ちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ヴィンテージ好きな私がですね、ヴィンテージのつなぎオールインワンですね、これ初めて挑戦してみたいと思いました。こんなね、長袖のねオールインワンがありまして、ちょっと作業着って呼ばれてる感じのイメージから、今結構まあまあプチ流行なのかな、あのオールインワン着てる人もたまにいると思うんですよね。で、あの長袖っていうのがね、あのちょっとあのかっこいい感じでいけるかな、作業着、ザ作業着とちょっと男っぽさがある感じが長袖のつなぎかなと思ったんで、今日ねこれにスポットを当てていきたいと思うんですよ。でこれちょっと変わっててですね、コーデュロイなんですね。それが良かったんです。なんかこれにいろいろありましたよ。ヘリンボンがあったりデニムがあったりして、でデニムはやっぱり人気だと思うんですよ。すごく人気でなかなか入手ができないし、いいのがなかったし、まあ、サイズもありますしね。でこれもねメンズなんですね、実はね。で下の方を見ると、あの裾のところがね長いんだけどお直しできないですよね。これジッパーがついてますよね。なのでね、これを曲げて履かねばならない、どうなんだろうっていう感じだったんですけど、なんか着てみたところね、あのいけそうだったんです。袖はそんなにめちゃくちゃ長くなくて大きくもなかったんですね。でもこういうウエストなんかブカブカしてるものだし、調整できるんですよ、ここね、この金具のところで。でベルトしちゃえばいいしっていう感じなんですね。で今日はねこれをね、どうこの男っぽい、そのなんていうのアイテム、これをねどうフェミニンにあのしていくかっていうのですね。なんならパンプス履いちゃって、そういうコーデしていこうかなっていうね、ちょっとあののに挑戦してみたいと思いますね。もう私先生とかそういうんじゃないんですよ、全然そうんじゃなくて、自分があの挑戦していったやつの記録をこうやってもうアウトプットしてますんでね、あのそうなんです。だから私もあのこういうのを探しながらね、これはいいなと思ったひらめきをちょっとご提案みたいな感じでやってるのでね、あの見てくださる方と一緒に考えていきたいと思うんですよね。はい、ということになります。じゃあこれをどうアレンジしていくかをちょっとご紹介したいと思います。ちょっとひらめきですよ、もう本当今のパッとひらめいた感じでいきますけど、はい、まだねちょっと不要服着てないのでちょっとあまりイメージ湧きにくいんです。こんな感じで、まああの留め具ね、あれあるんですけど、あそこの上にかぶせちゃう感じにメッシュのベルトをしちゃいます。そうすることで真っ黒でね、なんかねちょっとコーデュロイ特に真っ黒なんですよね。これ今カメラで映してるからだから白っぽく映ってますけど、真っ黒なんでちょっとどこかにねアクセント入れていこうかなと思うんですね。それをベルトのところにまずね赤い色が入ったマルチカラーのこのベルト持ってたんですよね、たまたま。でこれをあのちょっと入れました。なんかグリーンとか茶色とかもありますよね。これをね黒にやることですごい黒の中で映えてますよね。じゃあこのベルトの中と同じ色を靴に持ってこようかっていうことでね、ちょっとこんなのどうですかね。はい、こういうふうにね思い切ってね赤い色のね靴を持ってきたんです。赤って言ってもね真っ赤っかじゃないんですね、これね。やっぱあのカメラに映ると真っ赤に映るんですけど、小豆みたいな、もう茶色なのかなっていう感じの赤、これがですねこのベルトとリンクしてないかなっていう感じで、どうですか。ちょっと遠く映すとわかるかな、こんな感じですかね。はあ、すごい映らない。はい、赤い色のリンクですね。あ、それでねちょっと1個やることがあった、ちょっと待ってくださいね。ですね、このねパンツというか股下ね78センチあるんですって。で78センチはさすがにねお直しの域なんですけど、できないじゃないですか、ジッパーが邪魔で。でできないからということで、こういうふうに曲げてあります。曲げたの分かりますかね、こうやって曲げました。それでこういう風にパンプスを履きながら、このベルトが赤いのもあるよっていう感じで、こういうコーデになっていくんですね。そうするともう一つこういうあのバッグなんかにも赤いの持ってきたらいいかもしれないですよね。そういう感じにしていくと、この何作業着、本来作業着だったようなこのオールインワンがちょっとねお出かけ用にできるんですよね。なんかさあのまあそういろんな着方があるんで、いかにもこれをなんかブーツ、編み上げブーツ履いてカジュアルのスニーカーとか履いて、そういうラフな着方もあるかもしれないけど、まあちょっとそのギャップが面白いかなと思うと、私の一つ今日のご提案としては、
なんかあの真っ黒の差しところにちょっと華やかさの色もカラーも入れておきながらパンプスコーデをしていくっていうことで、女の人も着るオールインワンみたいな、なんかメンズを女性が着ていくオールインワンの着方みたいな感じですね。そんなののご提案みたいになるかどうかわかんないですけど、そんなのになったらいいかなと思っています。あ、それでね、あのこれ黒ってあのちょっとなんていうのかな、ミニなんか扁平な感じに見えてしまいますよね。そこでね、素材を違うものにして、これコーデュロイって言いましたよね、この素材ね。このコーデュロイに対して違う感じ、コーデュロイは腕があって凹凸感があるので、それと違うペタンとした感じの違う素材であることで、黒でも違うトーンになるんですよね。そうすると、凹凸感が出せるので、ベストを持ってきたいと思いますね。はい、こうすることでね、あのこれもともとちょっとねフェミニン系なベストなんですけど、あきちんとした感じのね形ではあるんですよね。でそれを持ってきて、凹凸感出てますよね。黒、同じ黒と思えないぐらい、なんかこういう風に映るときにコーデュロイがやっぱり深い黒に映るんですよね。濃い感じに映るんです、強いく。そうするとこの革の、これはあの牛革、間違えました、洋革、あの羊でした、ラムレザーですねって書いてありました。あの難しいですね、牛か羊かってね。でこのこういう凹凸感で楽しめるというかね、そうするといろいろ雰囲気でどんどん出てきましたよね。そういう感じでね、ちょっと工夫してみました。はい、ということで今日はね、私が自分自身がですね、あのちょっと挑戦してみたオールインワンですね、つなぎ、これをあのちょっと立体感もつけながら、あの黒ベースっていう珍しい、せっかくの珍しいレアなね、あの色で見つかったので、それをね生かす感じでちょっと考えてみました。あくまでもこれは私が考えた今のこの時点でちょっと思い浮かんだ感じなので、また時が経つと変わる違うイメージが浮かぶかもしれないし、この結局まとめると、メンズアイテムだと、本来昔はメンズアイテムだと言われる分野にしかなかったものが、だんだんあの女性もミックスされて、その関係なく、もうそういうこと何も考えなく誰でもあの着れるんだ、年齢も関係ないんだみたいな感じのご提案の一つとしては、新しいそういう着こなし方っていうのは、昔だったらあの男の人ばかりが着てたよねっていう、真珠がなんか女の人のものだったかのようなのが、今はもう男の人が当たり前につけられているように、という、その古着でありながらも今の着方、新しい未来的な着方っていうのを、私も今後もっともっと研究していきたいと思います。また記録としてですね、ご紹介してアップしていきたいと思います。